頼む。いや、いやー、奪って引き出す。復帰したけど、いや。皆さんこんにちは、ミヤクレです。ということで、今回はスプラトゥーン3やっていきたいと思うんですけども、はい、今回は、サーモナやっていきたいと思います。はい。まあね、スプラトゥーン3、まあ2もあったけど、まあサーモナっていうのがありましてね、まあバイトということで、まあギアとかいろいろね、手に入るんでね、今回はやっていきたいと思います。はい。一応、達人プラス1、アルバイターですね。はい。武器はガロンとか。なるほど。そんな感じですかね。行きましょう。さあ行きましょう。まあ一応ね、まあ、僕サーモナはね、2ではまあやってました。まあまあ。うん、意外とそうかもしれない。やっていきましょう。まあ、なので、まあ頑張っていきたい。飛びやか。さあどうする？まあ一応竹だから、こんな感じで狙えるからね。チャージャーなんで一応。まあ近くではいけるでしょう。さあよいしょ。はい。あ、竹だからまあまあ強い。竹だと結構、しっかり切るかと思う。結構普通に狙えるんで。いいですね。マジなんか来てるな。危ない。よし、なんとか守ってそう。あー、飛んだね。ヤクマと持ってかれてる。あー、これちょっとあれだな。結構持ってかれちゃうな。どうしたの？17個か。いくか。危ない。やばい。ナイス。ほっ。ほっ。よしよし。よしよし。いいけど、もう。よしよしよし。おー、いいよ。いい感じがいい感じ。おー、いいね。結構いい感じ。ウェーブ1からいい感じですね。ナイスー。26個ですね。いいね。まあまあいい感じでしょう。サビ打ちいきましょう。棒2か。棒2はいいよ。結構使いやすいからね。サーモンジャケ。まあ普通のやつか。さあ行きましょう。これか。これはね。なんと、これから上かな。波動ってこれか。波動っていうか鉄板か。鉄板引き寄せる。よいしょ。やばい、私、待って、ちょっと待って。スペシャルはね、まだウェーブ2なんでね、あんま使いたくないかあるんですけど、場合によっては使わなきゃダメになるかもしれない。危ない。いやー、これちょっとまずいか。ウェーブ2にして結構きつそうだな。きつそうだな。危ない。はっ、まずい。これいけるか。使おう。使うしかない。使ったけどワンチャンか。全然違う。全然落ちた、来た。めっちゃある、めっちゃある。よっしゃ。あぶねえ。いや、この、今回、このウェーブ2結構、来てかと思ったら何とか行きました。しかも24って、いい感じ。ナイス。ウェーブ3。クーゲルですね。クーゲルか。まだ持ってないのかな。
先生。あれ20か。さあ復帰させて。あーまずい、危ない危ない。走って、オッケー、ちょっとね、まだあんまり入れられてないんで、どうだろう、あんま遠い声次から飛んでもありかなーと思ったりします。できれば近いやつ取りたいもんね。オッケー。いやーこれでもちょっときついか。あーめめめか、ちょっときつそうだな。気はさせたけど、あ、オッケーオッケー、使おう、投げて、どう？ちょっときついか。うん、きつそう。あー、きついか。ちょっときついか。あー。いやー、でも最後頑張ったけどな、普通に。ちょっと無理でしたね、時間切りか。あー、やれないしなかったかって感じか。うまいっす。一応、22個だ。あ、1枚多く入れた感じかね。はい、まあいいでしょう、仕方ない。行きましょう、行きましょう、よし、行くか、行ける。いや、まだサワラもね、行ってしまえば、まあ、過去に僕カンストしてるんですよね。あのカンストっていうのは紹介契約一応言ってるんで、あーまあ3でも完成させたい感あるから、いつか完成させようかな考えてます。はい、まあ、とりあえずはまあね、頑張りたい。ただね、完成するんだったらクマさん武器とかの方がやっぱいいよね。多分行きやすいもんね、完成と中さんなり長い時間になるけど、結構でも完成大変だよな。ちゃんとクリアしなきゃダメかもな、あれにするの。そうしないと評価力上がるんだ。ここは結構きつい。よし。あー、ちょっと遠いか。これ投げしかない。投げていく。オッケー。これは、あーね。上から。投げた。うわー今のやばい。ちょうど、カタパッドの、ミサイルかな、ね、ミサイルっぽいの。ちょうどこっちって。やばいな。よしよし。問題は Web3 とかだなやっぱ。で、今回なんかあれだね、まあ、知ってると思いますけど、まあ、やってる方は最後にさ、もっとでかいなんか大盛り鮭みたいなやつやるじゃないですか。あれがね、マジでいいんだよ、キングクラってるやつ。あれ結構きつい、マジで。ただクリアしたいんだけど、クリアしたいなと思って。全然難しいんだな。なるほど。オッケー。
せるよ。OK。よし。投げて。投げて。ドラゴンタルに近くして。お、もうウェーブ。ダブルも完成。あれだ、クリアだ。あー見た、あー確かに OKOK、 OK OK、やばい、マジ大丈夫、天空かな、これ上から天空かな、あーあーあー今ボム投げようとしたんだよな、ボム投げてちょっとでもね、いい感じにしたかった、いいした、おー、忍者ちいね。お、結構いいな、今回。さあ、いいです。順調、順調、まあ、スペシャルがあるけど。あー、それか、カニのそれか。いや、カレー壊れてるね。よかったですよ。どうだろう。19。さあ、いっか。ジェット射程長いんでね、いいでしょう、こういうの出す、確かに上に上がれるか、 OK、 まずい、飛ばしましょう、これで、いやーちょっとあれね、上がれるかな、上がって取るかも、やばい、ピンチ、ちょっとピンチ、やばい、まずい、まずい、え、まずい、待って待って、まずい、え、あー、ウェーブ3きつい、え、いや待って、ウェーブ3きつくない、うわー、22、28って順調にいってたのに、ウェーブ3でまたやられた。今回全滅か。マジか。え、きついなー、普通に。いやー、クリアできねえな、なかなか。まず。さあ、よいしょー。さあ、よし。鬼。鬼があるんだ。安定武器。安定感があるんだね。さあ、よっしょう、はい、あ、通常かな、お、カタパッカ、ナイス、ほい、あー、ちょっと待って、あー、危ない、ギリギリ倒せた、爆弾、危ない、よし、オッケー、ほい、手投げて、あー、ちょっとそうだな、こっち行くか、あー、待って、これ見て、あー、おっと、まあ、見た、これ見た、鉄板とかね、近づけた方がいいんですかね、狙いとして、オッケー、あー、もちろん落ちた、大丈夫かな、乗ります、ちょっと待って、よし、危ない、ギリ出してくれた、ウェーブ1は、まあ、クリアですね、さあ2、まあまあ2も3だな、問題はでもウェーブ1から5輪いっちゃったのちょっとあれかな、
鬼結構やっぱ使いやすい武器であるんで、使いやすい武器が、まあ、ウェーバーから来ちゃったから、まあ、結構どうだったの。撃ったぞ。ちょっと待って、なんか撃ったぞ。大盛りだっけ、俺撃ったんだよ。なんか考えたのか、撃った。おっ、いい、よし。これってさ、よく分かってないんだけど、そこの人なんか、あれだね。あれ何、あれって何投げてるの、なんか、キーパーにも投げてるのか。ちょっと知識不足が出てきているけど、あれまだ3のね、サーモナー把握したいんだよね、完全に。ちょっと。2と結構変わっちゃったからさ、まだ把握してないんですけど、全然。まあいいね。あぶね。あー、やったわ。あー、そうだ。おっと、危ねー。ウェーブ2もいい感じでクリア。まあ問題はウェーブ3。ここで何取る？ジェットか。まあシューターであるけど、ちょっと機動力はどうだろうって感じかな。夜か。あー、まずい。いや、光バイ結構きついですよね。で、ローラーないから、きつそうだな。これね、結構スペシャルしっかり使わないと無理そうなね、あの、あれなんですけど、コツとかあると思うけど、壁に入りつくからあるんですけど。いや、これ結構辛いな。ほんとは。いや、まずい。まあ、このスペシャルでどうだろう。あれ、まあ調子よくだから狙えるからいい感じかも。こうやって結構遅れる、狙ってくればいいんで、ね、まあ、どっちかにしよう。危ない、危ない、危ない、危ない。おー、いい感じ、いい感じ。おー、見に来た。怖いな。いやー、まずいな。あー、やべやべ、まずい。よし、一つき頼む。よしよしよし、あべ、やりつけやりつけ。これこれこれなんですよ、これ。これが強いんですよね。光祝いは壁に張り付くと、だから、こうやってますね。いっ、頼む。いや、いやー、奪って引きた。復帰したけど、いや、無理か。いい、あ、あえ、ちょっと待って。え、これ、惜しくない？今、だってジェットさ、いや、今、ジェットで、上に狙って、直射で味方復帰させてできるかなと、できたけど、時間切れか。くっそ。めっちゃ悔しいな、これ。わぁ。どんまい。あぁ。評価ともちょっと下がっちゃったんですよね。まあ仕方ない。はい、ってわけでいかがだったでしょうか。まあ今日はね、3問やりましたけど、まあちょっとね、連戦とかね、連戦とか普通にまあ裏でじゃねえな。やったんですけど、普通に。まあ、カットしてるのもあるんですけど、まあ、ちょっと、30分ぐらいもやった結果、まあ、残念ながらね、ちょっとクリアできなかった。復帰したかったけど、無理でした。でもむしろ評価率下がったんで、使ったです。はい、いや最後のでも結構いい感じでしたね。いい感じでしたけど、面白かった。局舎で、ジェットの局舎でも復帰したけど、いい感じだったけど、まあ、無理したという感じです。はい。
というわけで今回はこんな感じでやります。はい、またね、スプラトゥーンの動画出していきますんで、よければ見てくれると非常に嬉しいです。はい。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。